皆さんおはようございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日のブログはですね、ここまでやるかというテーマでお届けいたします。今年もですね、たくさんの年賀状をいただきました。大変ありがとうございました。どの年賀状もですね、素晴らしく、元日から幸せを感じることができました。さて、昨年もですね、このブログで紹介したと思いますけれども、今年も株式会社リサイズの野口明社長の年賀状を紹介したいと思います。ブログではですね、株式会社リサイズのリンクを貼ってありますので、ぜひこちらのホームページもご覧ください。株式会社リサイズはですね、自然素材を使った木造住宅やですね、住宅リフォームの提案をする新潟市にある会社です。そしてですね、業績はもうただいま絶好調。いや、本当にですね、口コミで、いろんなお客さんから注文が来るという、もう理想の営業形態になっています。その秘密はですね、この年賀状からも察することができます。さて、この野口社長からいただいた年賀状にはですね、 QR コードが印刷されています。その QR コードには、コードの下ですね、にはこんなメッセージが書いてありました。長谷川さんへ新年のご挨拶動画ですと書かれていました。ブログをご覧の皆さんはですね、ブログにその QR コードと長谷川さんへ新年のご挨拶動画ですという画像が貼ってありますので、ぜひご覧ください。早速私はですね、この QR コードを携帯電話にで読み込むと、YouTube にこうアクセスされました。そして動画を再生すると、そこには野口社長がですね、います。そして新年の挨拶とともに、私だけに対するパーソナルなメッセージを野口社長が話をしています。約1分半のメッセージなんですけども、これには感激します。ありがとうございました。さて、この動画年賀状の考え方なんですけども、地域密着ビジネスにはもちろんのこと、これからの時代すべてのビジネスの根幹を成すと言えるでしょう。さて、今日の超地域密着ビジネスのポイントです。今日紹介した動画年賀状は、一人一人に応じたですね、細やかなコミュニケーションを行います。そして大変なモチベーションと労力、そして時間がかかります。私はですね、自分のためにこれだけの労力と時間を使ってくれたことに大変感動しました。これをですね、マーケティング用語で言いますと、ワントゥーワンマーケティングという言い方をします。このワントゥーワンマーケティングなんですけども、IT 系ではもうお手の物になっております。例えば、メールマガジンなどに相手に応じて名前の部分を差し替えるというのはもうごくごく一般的な方法です。これはですね、名前さえ登録しておけばですね、パソコンが自動でやってくれます。だから誰にでもできます。そしてコストもさしてかかってはいません。ところがですね、このような今回の動画年賀状のようにですね、デジタルを使ってるんですけど、基本アナログですよね。自らが、ちゃんと一人一人に応じて喋る、話すということの意味でアナログっていうことです。このアナログ系のですね、ワントゥワンマーケティングはですね、労力とか時間がものすごくかかります。今回の動画年賀状はもちろんのことですね、手書きのハガキ、電話でのコミュニケーション、そしてさらに言えば個別の訪問なんかも含まれます。ここまでしなくてもという経営者はもちろんいるんですけども、しかし地域密着ビジネスだからここまでできるということも忘れては欲しくないんです。お客様とですね、長く深く付き合ってるからこそできることなんですよね。このようなですね、ワントゥーワンマーケティング、実はその昔はですね、当たり前のように行われていました。魚屋に行っても、肉屋に行っても、八百屋に行ってもですね、お客様のことを名前で呼んで、お客様の大好きな商品をお勧めしてくれました。そして家庭の事情も考慮してくれたりもします。小さい子供がいる家庭、お年寄りがいる家庭、はたまた、この春に小学校に入学する子供がいる家庭など、いろんなその家庭の事情があったわけです。その家庭の事情に応じていろんな商品を勧めてくれたりとか、今度お兄ちゃんが小学校入学ですね、おめでとうございますっていうふうなですね、いわゆるメッセージをですね、接客の中で言ったりとかっていうこともあります。
パソコンなど使わなくても商人ならばワントゥーワンマーケティングをしていた時代っていうのがあったんですよね。さて、イギリスの人類学者でですね、ダンバーという人がいます。ダンバーですね、人間にとって平均約150人が個々と安定した関係を維持できる個体数の認知的上限ということを発表しました。ちょっと今難しい言い回しだったんですけども、要はですね、円滑なコミュニケーションを取れるのは大体150人という数が最適だということなんですね。これをですね、ダンバー数の法則と言います。さて、あなたの会社お店のお客様を頭に思い浮かべてください。150人思い浮かべられるでしょうか？パッと思い出せるのは意外と少ないと思います。ぜひ、頭の中に思い浮かんだお客様に心を込めたですね、ワントゥーワンマーケティング、パーソナルメッセージを送ってください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。